僕のイメージだと会長だったらもうすごい車でもう送り迎えかなと思うんですけど、ちょっと正門の入り口までなんか運転手の方が来てお坊ちゃまどうぞって言われてるようなイメージ。特定教育の後のやっぱり10年間のいわゆるあれよね、学校教育で、私やっぱりあそこはでもね行ってよかったなと思う。やっぱり、ね、音楽とか文化的な要素とかっていうのは、まあ当時わからないけど今になって思うの、本当にあそこに行ってよかったなって思うの。やっぱりヨーロッパ行ったりとかいろんな人たちと文化の話できるっていうのは、やっぱあの玉川の10年は私にはもう宝物です。で、新興劇の辰巳龍太郎っていう一番怖い先生、はい、おかぎの山も今夜を限りっていう、あの有名な方なんですけど、うん、はい、でレジェンドなんですよ。広辞苑開いて新興劇って開くと名前出てくる辰巳龍太郎先生の、うん、それほど広辞苑に名前出てくるような役者ってそうはいませんけど、うん、東大雄で、はい、浅川流文化なくして境内なし、超いいね。いやー、どうもありがとうございます。お忙しい中、今日はもう本当にありがとうございます。いいね、楽しみにしてました。それからね、僕ら塾、僕2年間塾生だったんで ID 集っていうのを持ってて、あ、僕しょっちゅう歌わせてました、ね、うん、で朝もね、の青山っていう山行ってそこで賛美歌歌って、それから小学部のグラウンドでバーッと駆け降りていって、はい、そこで体操して、うん、それから全員で朝食なんですよ。そういう生活が2年間やりましたですね。それってみんながみんなそこの塾に入れないといけなかったんですか？いや、もうごく一部の人しか入ってない。入ってない人が多いです。東大さん、なんで塾じゃなくて多摩川の、うん、あの辺で下宿になしなかったんですか？だから親が多分僕一人じゃ無理だと思って、三重県から行くのにね、一人じゃ絶対無理だと思ってて、でも羨ましかったけど、でも塾は面白かったですよ。塾は塾で今すごくためになってます。どんなことあったんですか？大学生で寮ってなかなかありません。あんまりね、もう言えないことばっかですよ。もうなんかもう朝ね、あれは何時、5時とかから起きて、もうトイレ掃除やら部屋のもう掃除やるんですよ。毎朝。それ大学生よ。そうそう、大学生、1年生入った時から。うん、でもう4年生は神様かな、3年生人間で、それで2年生が家来で、1年生家畜っていうね。もう、そう、もうすごい、でもね、でも面白かったんです。今から思えば、もう本当に玉川も本当に塾行ってよかったなと思って。なるほど。でね、掃除とか、なんか、なんか誰か失敗すると、1年生全部の責任になるんですよ。うん、でも夜中ね、寒い時に屋上でね、正座させられたりね、うん、もうビンタですよ。もう、当時、ボクシング部のね、先輩からビンタ食らったもんですね。はい。で、ハック縛れって言ってね。でもね、あれがね、それ辛いとも思わなかったですね。もう一生懸命でみんなね、なんか今から思えばすっごいありがたかったっていうか、実はその、玉川の4年生の時に新国劇っていうところ入って、大学と両方行ってたんです。3年生からもう下宿になりましたんで。うん、で、新国劇の辰巳龍太郎っていう一番怖い先生です。おかぎの山も今夜を限りっていう、あの有名な方なんですけど、うん、はい、でもレジェンドなんですよ。広辞苑開いて新興劇って開くと名前出てくる辰巳龍太郎先生の、うん、それほど広辞苑に名前出てくるような役者ってそうはいませんけど、うん、その先生に一応3年間ついてたんですけど、うん、もうしょっちゅう失敗するともうビンタっていうかね、もうなんか頭出せって言って、その辰巳先生頭出すこうやって僕が、そしたらパチンって本地球で叩けて、目からチカチカチカーって、もうしょっちゅうもう星が飛びますけど、もうそういうビンタ来ても、まあ、もうそれで一応カラッとするんですよ。うん、はい、で、塾の時もね、そのみんな全員でこう、1年生ビンタ、やーってやられても、あとはもう全然もう、そんなに後々こんな引っ張ることなくて、みんなこう団結するんです、1年生から4年生まで、なんか、うん、我々でなんか、その鍛えられたのがそのまま役に立ってました。新興劇、別にもう当たり前のことにのようにそう言って、でそれまでは全くそんなんないんですよ。甘やかされたお坊ちゃんの高校生までで、もう髪の毛ここぐらいまでだったり、もう吉田拓郎に憧れて、もうなんだったんですけど、それなんかね、だから正座なんか女やったことないよなんかね、行くわけですから、今もうそれが商売になっちゃってますけど、すごいね。なんかそんな。
会長はでもあれでしょ、中学校の時から、もうだって、笹川会長っていうだけでみんな周りの目が違うんじゃないですか。だってみんなそういう家の子たくさんいますから、別に僕は特別でも何でもない。そんなのがざたくさんいますから。そうなんだ。さすが玉川だ。え、幼稚園からいるとなんて言うんですか、純玉純玉で会ったかな、うん、純玉って僕は初めて聞きました。うん、中学校からだったら純玉じゃないんだ。じゃないですね。だって、幼稚園から行ったら何、15年いや、20年近く玉川通うことになるわけよね、変なの。課長じゃあ、あれですか、あの、小田急電鉄でずっと通われてた。そう、世田谷代田って言って、下北沢、今だいぶ変わっちゃったけど、その隣だったので、うん、もうまっすぐ。うん、僕のイメージだと会長だったらもうすごい車でもう送り迎えかなと思うんですけど、ちょっと正門の入り口までなんか運転手の方が来てお坊ちゃまどうぞって言われてるようなイメージ。当時はそんなのあんまない。今はなんかそういうなんか送り迎えとか、するらしいけど、当時はみんな電車乗って行ってましたけどね。そうなんだ、うん、結構塾は塾でもやっぱり楽しかったですけど、で、うん、小原国吉先生がまあ、小中塾なんで夕食とかに、うん、一緒に来ていただいたりして、でいろいろお話ししてくれてね、よく身近に感じててね、フライデー、親父フライデー一つの単語を100遍言いながら山の道語るんだぞっていう、そういうね、もう、しょっちゅう聞かせていただいてね。懐かしい。国吉先生ね。会長のこの5本の笹川流のこの5本の中に、あ、この、はい、笹川第三世代による帝王学というその本の中に、最後に小原国吉先生の全人教育というね、おすすめの最後の本のこの本がね、はい、入ってますけど、この理由っていうのは一番どういう、やっぱり家庭教育の後のやっぱり10年間のいわゆるあれだよね、学校教育で、私やっぱりあそこはでもね行ってよかったなと思う。やっぱり、ね、音楽とか文化的な要素とかっていうのはまあ当時わからないけど、今になって思うの本当にあそこに行ってよかったなって思うの。やっぱヨーロッパ行ったりとかいろんな人たちと文化の話できるっていうのは、やっぱあの玉川の10年は私にはもう宝物ですよ。はい、ちょっとすいません、はい、今日も時間がなんか来てるみたいで、はい、オッケー、すいません、またね、もう今日もありがとうございました。Okay. それでは参ります。東大雄で笹川流、文化なくして経済なし、超いいね、超いいね、ありがとうございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。毎週金曜日更新です。